本日はですね、特別ゲストとして恒例の月一なんですけれども、村西徹監督に来ていただいて、はい、いろいろコメントをいただきたいと思っております。お待たせいたしましたお待たせしすぎたかもしれません、はい、昭和最後のエロごとし村西徹でございます。これから一つ1時間少々でございますけれども、皆様とご一緒に人生の思い出作り、命の選択のひとときを過ごしてまいりたいと思います、はい、よろしくお付き合いのほどお願いいたします、はい、どうもありがとうございます。これはね、東京トーク内ではに、この間も申し上げましたように、だいたい深夜の11時になると、特にあの高級住宅地帯のですね、杉並とか田園調布の方でございましたら、もう11時ぐらいかなと、セレブの奥様たちはもうこれが欲しがってしょうね。これもう11時になるとこれを吹きまくるんです。お前のあ聞こえてきたっていう人もいるかもしれない、ね、いますよ、はい、ただね、はい、あっちこっちで吹きまくって、はい、この間もお話したようにね、はい、町内会をね、はい、日の用心代わりに駅弁やりながらね、はい、これを吹きまくって通報されたっていますからこういうご夫婦のような真似をやめと、はい、あくまでもこれは本当にね、はい、消費者協会からもクレーム来ますから、はい、室内で室内でこの間もね、あのシティホテルの廊下でやったっていうばかりなんですよね。いつ見られるか分からない、いつね、はい、発見されるか分からないから、そのドキドキ感がいいっていうんです。そういうのやめてくださいっていうの、はい、あくまでも私は申し上げてるように、はい、視聴者の皆様、室内用ですよ、はい、お願いいたします、はい、せめて屋外でございましたらね、はい、車の中ね、これでよろしくお願いいたします、はい、ということでということで、今週はですね、これの使い方ですね、まず、はい、うん、よろしく、あ、まあ、はい、これだけはね、はい、もうこれね、夜がね、はい、本当にエキサイティングな、みやびやかな、はい、ファンタスティックな、はい、夜になるんですよ、これ、はいはい、こういう子供一つあっただけで、はい、室内用という、うん、要するにあくまでも、お、これはマンネリじゃないですか、夫婦生活って、はい、かといってね、なんかスマホ持って自撮りなみたいなことできないでしょ。これリベンジポルノになっちゃうから。そうすると何か一つないかな、ちょっとこういう笛一つあっただけで、ね、はい、夫生活、夜の営みがね、はい、とってもね、こう、はい、先ほど言ったみやびやかな、はい、ね、デリシャス、はい、なるほど、はい、デリシャス、はい、ね、そうするともう奥様の方は自然と、はい、ね、デリシャスになったら、あとはGo to eat こうなっちゃう。Go to eat ね。Go to eat した後は、はい、Go to travel こういうね、もうそういうね時代になって、そういうひとときになっていくわけ。さすが英語教材。違うでしょ。これ ね、ロサンゼルスなまりとシカゴなまりはすっと一緒に。だからね、刑務所なまり。要するに、なんていうか、小池さんなんかもね、わけのわからないこと言ってるけど、はい、最後は、はい、最近は行くときはね、はい、行くじゃないんですよ、ロックダウンいいですね、こういうこういう時に英語をちゃんと使ってもらえたらあかんわからね、ね、はい、うん、そうですね、英語ばっかり使って、はい、ね、まあ、そういうことで一つ皆様よろしくね、はい、お願いしたいと思いますね。ロックダウンいいですね、ロックダウンいいでしょ、はい、行くようじゃないんですよ、はい、ロックダウン、はい、ロックダウンっていうのはね、浮かがわなきゃいけない、はい、ロックダウン上がりますよ。はい。ただですね。あ、これ言わないと。はい、今月号、はい、月曜日発売ですけど、これ恒例になりましてですね。今月のね、これ大問題なんですけどね。高原油っていう中国大使がね、中国のね、大使館のね、ホームページにね、とんでもない文章を書いてるんですよ。この中国を正当化するような、これを読んだらね、ものすごい腹立ちますよ。でこれをね、桜井よしこさんに読んでいただいて徹底批判していただいて、これなんでね、こんなものをね、はい、許してんの、外務省とかね、はい、政府が許してんのかと、はい、日本でね、日本の大使が中国で北京でね、こんなの出したらね、はい、大問題になりますよ、はい、もう帰ってこれないかもしれません、はい、はっきり言ってそのまま拘束ですね、これはね、はい、これから大問題にしていこうと思ってますんで、ぜひこれ読んでいただきたいと思います、はい、それで玉川徹のことも、玉川徹も書いてます。玉川徹はね、はい、藤原和恵さんに、はい、GoTo トラベルで玉川徹また暴言って、はい、これはね、自分はね、GoTo トラベルで旅行行って2万7000円ぐらいですごく豪華な旅行してきたっつってね、はい、言ってた2、3日後にね、うん、GoTo トラベルけしからんみたいな、ね、めちゃくちゃなんだよ、はい、あいつの言ってることは、はい。